アマゾン輸出時間的、金銭的なリスクが少なく始められる。月に30万円儲かると言うけど、失敗したらお金を損するでしょうあなたはそんな風に尻込みするかもしれません。でも大丈夫。安心してください。万が一、目の実が外れてもリスクはほとんどありません。まず時間的な損失を考えてみましょう。アマゾンでは商品を販売できるようになるまでの時間がほとんどかかりません。 アマゾンのアカウント登録から15分でネットショップを完成できます。簡単なのはアカウント登録だけではありません。販売するのに必要な出品作業もわずかな時間で完了します。商品の出品の手続きもわずか3ステップで済むので、ほんの数分でできます。アフィリエイトのように半年以上かけて何百時間も作業したのに稼げないなんてことはありません。Amazon 室に取り組むことによる時間的なリスクは非常に限定されています。 次に金銭面での損失を考えてみましょう。高額金を得る必要がない方法なので、仕入れ資金もビビたるもので済みます。楽天で販売する場合、年会費プラス広告料がかかりますが、Amazon への出品は無料でできます。初期投資が少額で済むため、FX や株式投資のように資金を大きく減らすという心配もありません。このように Amazon 輸出は時間的、資金的なリスクがとても低いビジネスモデルです。 もし万が一、あなたが Amazon 室に向いていない場合には、残念ながら、月30万円は稼げないかもしれません。しかし最悪の場合でも大きな損をすることはありません。失敗したとしても不要品を売って部屋が片付き、必要なものを安く買えるスキルが身につくことは確実です。ですから、Amazon 室を始めるのに失敗を恐れる必要はありません。一方、あなたが Amazon 室で儲かった場合にはどんなことが起こるのでしょうか 月30万円どころか、もっともっと大きく稼ぐことができるでしょう。成功して簡単に大金が手に入るばかりではありません。世界中、どこでも好きな場所で、いつでも好きな時間に働けばよいという自由までも手に入るのです。